こんにちは、レゴ同好会です。レゴ同好会では普段はこんな感じでみんなで集まってレゴをしたり活動してます。文化祭ではこの2つの作品とかいろんな作品を展示するのでぜひ来てください。 This is softball。 コナンサークルでは名探偵コナンについてのルシアペーパークイズを作っています。こちらに今回暗号を作ってきたので皆さんぜひ解いてみてください。パソコン研究部です。普段はアプリ開発や競技プログラミング、サーバー運用などをしています。文化祭ではゲーム展示や講義などをしているので。僕たちは陸上部です。日々自分のベストを更新するためにみんなで楽しく練習に励んでいます。カルタ班です。今からカルタの実演をします。悪役の波乱淡路島火曜地通り。生物研究部では普段川で魚や水生昆虫を記録して採集しています。また研究活動や実験、標本作りも行っています。文化祭では解剖や水槽展示を用意します。スライムサークルでは文化祭当日にスライムをお配りしています。係の人に好きな色を入れてもらって放射を入れてもらえばスライムの完成です。よく振って楽しんでくださいね。こんにちは、クイズ同好会です。今年もたくさんの中1が来てくれています。文化祭も楽しみにしていてください。科学研究部では高校生が中学生の科学の講義を行ったり個人で研究を行っています。文化祭では常設展示や科学マジックを行いますのでぜひご覧ください。書道同好会です。書道同好会ではこのように書道教室で作品を制作しております。完成した作品は文化祭で展示することになっているので楽しみにしていてください。どうも、ワンダーフォーゲル部です。ワンダーフォーゲルでは年3回の大きな合宿に向けて普段は住吉川をいつも走っています。バスケットボール部です。日々試合に向けてチームで練習しています。私たちは総臨地拳法同好会です。普段は技や演武の練習をしています。文化祭では演武などをするので見に行ってください。水泳部です。僕たち水泳部は初級者から上級者まで和気あいあいと活動しています。ぜひ水泳部に入って夏を満喫しましょう。おい、全部切り替えもって早い行こう。こういうとこ前から俺落ちるんだ。こんにちは、ラグビー部です。普段は第二グラウンドでラグビーをしています。文化祭では占いをやる予定なのでぜひ来てください。オンラップ計算、人生がエラー、今からもエラーに送るビデオレーダー、ゾウの災害に誘うと到来、ダーク文化祭の均衡を破壊、探せニュートレジャー、アブドールカップエラー。こんにちは、ナタコイゴーです。僕たちは普段は、対局をして研鑽を積んでいます。文化祭では部員対局などもありますのでぜひ来てください。鉄道研究部ではジオラマやシミュレーター制作など多岐にわたって活動を行っています。ジオラマでは一つ一つ細部にこだわりながら制作しています。ブラスバンド部では体育館の地下のスタジオで日々練習しています。文化祭では各バンドがそれぞれいろいろな楽曲を披露します。正門から入って正面の建物の2階でライブをしていますのでぜひお越しください。皆さんこんにちは、ドラえもん同好会です。今年も検定や武士などを用意しています。例年とは違ってここ中学棟での開催となります。その分教室は狭くなったんですがこの横にあるテラスも使えるようになっているので皆様ぜひご来場ください。こんにちは、剣道部では毎日このように試合を頑張っています。
文化祭ではぜひ古本屋に来てください。こんにちは、文芸同好会です。僕たちは普段このような俳句を作ったり小説をまとめて定期的に部署を発行しております。さて、我々物理研究部は物理を楽しむコンセプトに普段から活動しています。文化祭では物理の面白さが伝わるような展示や実験ショーを企画しました。ぜひご覧ください。文化祭の脱出では体験型の脱出ゲームを開催します。またオリジナル問題集も配布します。どちらもオンラインでも閲覧できますのでぜひご参加ください。写真同好会です。今年も一昨年に引き続き写真の展示と来校証の発行を行います。ご来場お待ちしてます。奈良校の創業者は柔道の会社の加納寿五郎先生です。そんな学校で皆さんも柔道やってみませんか？バドミントン部です。お願いします。こんにちは、奈良校ディベート同好会です。奈良校ディベート同好会では日本語ディベート、英語ディベート、模擬国連をはじめとして様々な活動をしています。文化祭ではボクシングをするのでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、公式テニス部です。全国大会出場に向けて毎日練習しています。サッカー部です。サッカー部は美しい人工芝のグラウンドで毎日練習に励んでいます。みんな、学校にな、あのドーム自由に使える部活があるらしいね。その特徴は地学研究部やな。その部活な、日本で先掘り2位らしいね。その特徴も地学研究部や。